毎日第71回カンヌ国際映画祭で最優秀賞パルムドールに輝いた映画万引き家族に出演した子役白日の木司さん上海入りに注目が集まっている。この映画は犯罪で生計を立てながらひっそりと暮らす一家の物語。T ・フランキーの演じる父親と安藤サクラが演じる母親の息子を城が務めた。万引き家族を手掛けた是枝裕和監督の作品では、2004年に、誰も知らないって、当時14歳だった柳楽優弥がカンヌ史上最年少、日本人初の男優賞に輝きました。ジョは柳楽の所属事務所の後輩でもあるため、第二の柳楽優弥、との呼び声も上がっています。芸能ライター、7歳でスカウトされたジョは現在、東京都内の小学校に通う6年生。多くの人気俳優を抱えるスターダストプロモーション所属の若手俳優で構成さ、テル、エビダン、のユニット、スタメン系アイディーズ、でも活動している。是枝監督はオーディションで、部屋に入ってきた時にこの子だとピンときた、と惚れ込んだそうだが、監督がオーディションで重視するポイントは、質問に答えている子供がいる時の周りの子の様子だという。自分のことをうまく話すのは事務所が訓練すればできるので、隣の子の言ったことに笑えるような、世界に対して関心が開かれている子を選ぶそうです。どう、描いた。上以外にも躍進中の、エビダン、メンバーところで今回、城が注目されたことで、改めて認識させられたのがスターダストプロモーションの、力量、だ。エビダンには12ユニットがあり、ディッシュの北村匠海は昨年、映画、君の膵臓を食べたいの主演で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞、プリズマ X の森崎ウィンは今年公開されたス。スティーブン・スピルバーグ監督の、レディープレイヤー1にオーディションで選ばれて出演を果たしており、着々とスターを輩出しています。ロー、ライター、ジョーに続く子役や俳優もすでにいるのかもしれない。画像、C、チップマンク131、シャッターストック、合わせて読みたい、第71回カンヌ国際映画火災で最優秀賞パルムドールに輝いた映画、万引き家族に出演した子役、白日の木司さん、上海入りに注目が集まっている。この映画は、犯罪で生計を立てながらひっそりと暮らす一家の物語。T ・フランキーの演じる父親と安藤サクラが演じる母親の息子を城が務めた。万引き家族を手掛けた是枝裕和監督の作品では、鈴木を見るアイドルグループ、ミューズの小山慶一郎と加藤茂明が起こした未成年女性への飲酒強要という行為は、両者がキャスターやコメンテーターという仕事を任されていたこともあり、元、TOKIO の山口達也が起こしたわいせつ事件よりも衝撃的だと、テレビ局関係者の多くは感じているようだ。山口の事件がありましたし、今回は鈴木を見るお笑いコンビ、キングコングの西野昭弘が6月4日に、秘宝、金婚西野、3億円の借金を報えるというタイトルでブログを更新し、煙突町のプペル美術館を地元、川西に作ることになったのだ、などと綴って炎上騒ぎを引き起こした。この件以外にも西野はとんでもない行為をしていることが発覚した。それは昨年6月、西野が、鈴木を見る元 NHK アナウンサーの登坂淳一が、
6月7日に TBS 系列で放送されたプレバトに出演し、俳句に挑戦した。結果は71点という高得点で、才能ありの1位を獲得。初めての民放バラエティ番組への出演を無難にこなした格好だが、インターネット上では、俳句はうまいかもしれないけど、バラエティ向きではないな、セクハラ問題は、鈴木を見る、HKT48 の指原莉乃が6月5日にツイッターでネットニュースの記事の見出しに対して次のように意見した。指原莉乃、ショートに、可愛すぎる。天使と絶賛みたいなネットニュースありがたいけどはぁ、ドル上がりすぎてそんなことない、変わらずブスになるのでそこそこいい感じと話題とかしてほしいと鈴木を見る